荒野ショータイム。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、みんな大好きマクドナルド in オーストラリア、そのマクドナルドで日本語だけで注文しても果たしていけるのかという、最初にね、海外に人は特に思うと思うんですけど、英語喋れないけどいけるかなとか、周りからもあなた英語喋れないのにどうすんの、行ってどうすんのとか言われると思うんですけど、英語喋れないから行くんですよ。英語喋れるようになるために行くんですよ。まあなので正直言って、海外で最初に行くときに英語はマジでどうにかなる、そんな概念を覆すべく僕が今から調査しに行きたいと思います。ということでね、ここモレイフィールドショッピングセンターに来ちゃいました。この中にあるマクドナルドでちょっと試したいと思います。それでは、I'm a Japanese YouTuber. YouTube. Please subscribe my channel. Okay. Yeah. You should check Koya Showtime. Koya Showtime. Yeah. Koya. Koya. K O Y A. Showtime. You'll see some good. Yeah, yeah, yeah. Okay. So we're gonna take up some video in the shopping mall there. Do you watch the YouTube? Sometimes. Huh? So I have 30,000 subscribers. I can get $100,000 in a year. Oh, that's yeah. Funny. So this is kind of my way to life. Oh. チャンネル登録してくれた方にはもれなくこちらの商品をプレゼントします。マックス飲めたらね、自身知ることもないしな。全然行列がいない。いつもだったら普通行列結構いるんですけど、今日は全然行列がない。あの若い男の子です。あの若い男の子、行ってきます。今日頼むものはチーズバーガー3つ、チキンナゲット1つ、フライドポテトミディアムサイズ1つ、スプライト2つ。おーっと、そんなことやってる間に行列ができる。ちょっと並んでも、こういう列を守るのは世界共通だからな。変えた。意外と
意外と行けたわ。意外といけた。サイズ聞くときもこっちとこっちどっちとか、まあ日本語カタカナ英語みたいな感じで、チーズバーガーとかスプライトとか、やっぱりねフライドポテトって英語でフレンチフライズって言うんだけど、でも英語の先生とかで海外ならフライドポテトのことフレンチフライズって言うから、フライドポテトって言っても通じないよっていう調子こいた先生いるんですよ。だけどここで証明できました。フライドポテトでも海外では通じます。フレンチフライズなんて言わなくても通じるよ。ば、いけたわ。あーですね、フライドポテト、フレンチフライズじゃないですよ。はい、チーズバーガー、はい、3つ、そしてちゃんと10ピースまで通じたわ。チキンナゲットいただきます。はい、ということでね、海外は英語分かんなくても行けます。もちろん英語力ゼロだと生きてて不便なことがたくさんあるけど、行ってから覚える人だっていっぱいいるし、覚えたいという気持ちがやっぱ絶対できると思うんで、マジで英語はどうにかなります。最低でも日本語だけでもマック注文できることが分かったんで、餓死して死ぬことはないから心配しないでください。もうまず行っちゃいましょう。海外に行っちゃいましょう。で、周りの人も海外に行こうとしてる人を止めないでください。英語できなくてもいいんです。今日はとりあえずこんなところでした。ありがとうございます。I'm a YouTuber actually. This is my YouTube channel. What if I order the mozzarella in Japanese? Then you got me. Then you're the best.